ました？皆さんこんにちは。おはようございます。ゴル夫婦のゆうたです。あれ今日はどこに来ましたか？今日は作州武蔵カントリークラブに来ました。作州武蔵カントリークラブに来ました。ラウンドしていきたいと思います。お願いします。お願いします。こんなつりだったっけ？いつも ここはちょっとハード。あの上りがけで止まったりするけどな。そうそう、383左行きすぎたらちょっと難しい。よいしょ、フェード。おお、まあまあ、まあ、あそこ限界じゃない？ナイス。僕にカチンとくるような感じ。そうそう、今ちょっとスリクソンのボール M2 に硬いなっていう話をしてたんですけど、僕にもカチンときてます。僕何もしてないのしてないつもりで悪意があるそれ。あ、一番危険なやつだな。おお、めっちゃいい。今の良かったんじゃない？良かったな。うん、ナイスショー。あでーす。カチンときた。うん、きた。あの一番背の高い木があるが、180ピンは背の高いこれです。180ヤード、何番？5番ウッドな。 初使用。ちょっとシャフトが、おお。よいしょ、でかいんじゃない？いいんじゃない？めっちゃ飛んだで。今すごい当たったし、なんか右足すごい飛んだ。めちゃくちゃ飛んだで。130ヤード。思ったより飛んでなかったな。風がちょっと上げてるけどね。あ、でもまあ行ったんじゃない？うん。お、ナイスさん、ちょうどいいかも。モズベッチがある。ちょっと難しいと思います。あれ。わ、早っ。いや、でもナイス。なんとゆかちゃん、ボールどこ？あ、それか。大きいと思ったら距離ぴったしだったな。結構上げとったな。これ曲がるでな。結構曲がりそうじゃない？惜しい。ナイストライ。よう打ったでね。残念。マークする？マークします。はい。パーパットになります。早かったな。早かった。今日結構転がる。なんか練習グリーンとギャップがすごい。全然、うん。
綺麗です。するわけじゃないけど、こっちから、うん、カップ左、うん、かな、どう思う、うん、いっぱいぐらいでもいいんじゃないかなと思うけど、はい、もうちょっと読まんといけんかった。がっついたな。私がいらんこと言ったっけ。いやいや、縁で。思ったより切れるんじゃ。うん。いや、僕多分な、おしょんだと思う。蚊に刺されたみたいです。ナイスパー。ありがとうございます。やばい、嬉しい。ここのパー、ここ結構パー取れんよな。取れん、距離長いもんな。長い。ロングホール492。今日勝たなかったらちょっともうチャンスはないな。そんなことないもん。ナイスショー。ちょっと左だけど。あー、あ、え、めっちゃ行ってない？もうちょい。お、フェアウェイ来た。嘘。うま。右ちょっと狙いたいんだけどね。そうだな、右に池があるもんな。超えるぐらいの飛距離があったら全然問題ない。うん。よいしょ。詰まった。まあいい。うわ、最悪。ちょっとスタイミーだな。でもショット的には良かったで。あんまり？うん、詰まった。いや、うん、まあ傾斜なりにこうドローする感じでいってもいいんじゃない。突き抜けたら OB だもんね。まあパー5だけどな。とりあえずあの木の右ぐらいを、うん、普通に打ったらええと思うよ。うん、欲張らずに。お、うまいうまい、完璧だわ。もうナイスショ。大丈夫。あれしたの？池があるけんな、あそこに。そう、ちょっと右向きづらいよな。池を変えるぐらいのあれなの。まあまあまあ、オッケー。166、7番。そうだな、フライヤーするかな。オッケー、手前のバンカーでマネージメントされました。ごめんなさい、していただきました。先っちょめっちゃ116。手前バンカー嫌だからちょっと大きめ。うん、ちょっと大きめに打ってパーを狙います。かといって普通に緩まないように気をつけんといけんな。おお、おお、ナイス。右寄ってきたで。何番で打ったん？9番。9番。なんでかね。3打目になります。3打目。チュチュッとスピンが効くアプローチを見せてやるから、よく見とけと言われました。あ、大きい。あ、スピンは効きましたね。
よく見させていただきました。若干足や。チュチュッと効いたスピンからバーディートライになります。よくよく見させていただきましたんで。勉強になったか。ええ、勉強になりましたと思う。入りそうだった。最後の最後で切れたな。なんかな、ゆらっとしたな。ゆらっとしたよな。これもむずいな。ちょっと狙ってみます。バーディートライ。下りで難しいですけど。お、来た？来た？あー、惜しい。ナイストライ。プロライン。うん。ナイス。危なかった今。いや、だいぶ左向いとったな。危なかった。ナイスパー。皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、ゆかちゃんのナイスプレー。皆さんよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ああ。